はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な鍵、続きやっていきたいと思います。前回ですね、まあ、このプテラノドンとか仲間でいたり、サボテンの里いたりね、まあ、オアシスの鍵攻略後にまた入ったらね、また違う姿見れましたね。まあ、B バーンとかもね、オリハルゴンの上で仲間入りましたし、このプテラノドンもそうですね。これは配合したんですけど、またいつかね、出てくると思いますね、モンスターとしてもね。ということで、まあ、やること今回いっぱいありますので、あ、負荷もあんじゃん。卵取ったんですよね。はい。オリハルゴンの上にね、出てくるモンスター。テールイーター倒したら落っことしました。まあ、これも時間経ったら負荷すると思いますので。今回ね、またいろいろ回りたいので、その後にね、何が孵化するか。それと、あとね、ようやくできますね。スライムと、どこだ、鼻かわせる。あれ?これか。あ、このスライムだ。これと、鼻かわせる。はい、これでできるリーファに、プリンセスを持たせると、スラフォース、パンホイに使えるのか。あんま変わんないな。ああ、こっちの方がいいかな。とりあえずは、プリンセス持ちのリーファをスカウト級で持ってきてくれっていうのがお父さんの話と、まずこれね。まあ、配合できるのはいっぱいいますんで、まあ、ここら辺やっちゃっていいかな。軍隊ありとか、そこら辺もう出てきそうなんで、まあいいや、とりあえず。自己犠牲、ギランドドルマ、攻撃ある。とりあえず、ニューっていうのはとりあえずね、積極的につけていこうかなと思うんですけど、まあ、こんな感じでね、フラッシュ上げていきます。あとね、武器もらったんで、まあそれもね、使いたいかなと思うので、こうか。もうレベル上げたらもう常に配合でいいかな。お、ワンダフル。あ、上がんじゃん、これ。スライムベースとかどうなんだろうな。タイガーランス。ワンダーフル。で、ギガントヒルズとかなるし。まあいいや。とりあえずは、スライムベストかなかなか。メラ&デイン攻撃アップ、賢さ。ねえ、だんだん埋まっていくとね、やっぱちょっと嬉しいのでね。E ランクか。で、使ってるこのグランドシャークとかも、またさらに上なんじゃないかな。お。はい。ヘルコンドルになりますね。C ランクだ。全体回復。いいね。メタルハンターどうすかな?守備力アップ。スバースアップ。魔人斬り聖剣好きなど。回復系にするか、ここ。また後で変えればいいや。よし。とりあえず回復できました。ガランと開いたね。あとは、テールイーターとかも、そうだね。福袋もそうだ、捕まえたね。ブリザード。ブリザード。フレイムとかいたらなんかできるんだろう、これきっと。お、大きい術作っとこう。ブラウンになるよね、これきっとね。ハンター、ホワイトハイターは?あ、デイン系か。賢さギャンブル。別に賢さは必要ないんだけどね、ここね。バラエティ。かな、それだったら賢さの方がいいかな。賢さギャンブルもね、後にはまあ使えるでしょうけど、今はいいや、大きい槌で。よし、まあ最初はね、こんな感じでね、結構ね、配合したら新しいモンスターできていくと思いますので、まあ、それはそれでいいんですけどね。カタピラ、まあ、コドラとかファーラットとかね、こんなんできますんで、まあ、とりあえず作っておきましょう。防御。あ、回復系か。回復系 U&ドルマ。ドルマガードもあるけど、呪文も使えた方がいいんで、賢さアップしとけば呪文になるんで上がりますんでね。もういっぱいの、今回ね、全部レベル上げなくちゃいけないんで、ドラキ、切り株をかけ、リップ、スピッキー、卵論。卵論なんとかなりそうだな。エミュー。こんなんもね、普通に捕まりますからね。アクアパラソル。これも出てくるでしょうけどね。防御系にしとくか。あ、でも、ここ上がってるからもったいないな。ガード。守備力アップ。呪いガード。これは使わないで後ろ置いとこう。ガード系。後で配合するときのために。
まあ今はもうそんなね、考えてないんで、何と何とかね。まあ後でじっくりまた考えていきます。配合いっぱいいますね、まだね。ブラシ小僧、これもいらない。お化けキャンドル。大目玉。大目玉。これあれなるかな、何でしたっけ、サイコロン。玉手貝のもんじゃ。あ、入れることになるんだ。福袋、ブリザード。ランクリー、これ一応入れとくかな。福袋どうかな。タイガーランス、ヴァンパイア。スピンスライム。あー、どうだろうな。まあ、捕まえられるからな。よし。あ、でも福袋連れてこいなんて、そんなないよな。まあいいや、とりあえずこの当たるぐらいにしとこう。よし。これもいいし、あと、こっちでね、銅の剣を強くできますので、あとスカウト9だね。はい。星付き。まずはこれ受け取っておくれ。スライムゼリー5個と、蝶の羽5個、ミカスを5個。はい。火事で効果をつけるときは、星付きの、武器の他に素材が必要なんだ。まあ、ね、これは手に入るから。まあ、やってみろって話だ。鍛える。銅の剣。ああ、こう、先制率アップ。あ、なるほどね。何や、攻撃アップ5でいい。とりあえず、銅の剣なんで。武器を装備、モントナー。モントナー上げとくか。よし。エルコンドルもバトルリボン。いいね。大きいし。まあ、こんなもんかな。よし。とりあえず今、モントナーだけ、レベル高いんで。これであとはルーラーの、海賊の鍵ってのも通らなくちゃいけないので、自宅だ。あとね、子供の大会みたいなのがあったんですけど、その時もらえたものもですよね。お、リーファーを連れてきたの。よし、父さんの教えそのうちクリアだ。リーファーは回復呪文が得意。プリンセスのスキルもうってつけだろ。使えそうなスキルはこうやって子供に引き継がせていくんだぞ。これは魔物を連れてきたご褒美だ。お、不思議な木の実。はい。スカウト級2は?いないかな。お化け人で。さっきあったな。水の世界で捕まえてくるのが手っ取り早いぞ。もしも指定の、魔物が仲間にいるならパーティーに入れて俺に話すから。まあ、水の世界次行くからね。その時でもいいか。じゃあ、振り分けます。よし。じゃあ、新しい場所行きます。その前にね。ピラミッド気になるんですよ。異世界へ旅立つで。前回行ってなかったんですけど、もう今回配合したんだよね。オリハルゴンの上とか乗ったりして、いろいろ集めましたけど、あ、また。これね、キメラ飛んでんだけど、ん?スライム系。あ、まただ。オリハルゴンが動き出したってなる。これ来ないんかな?これ来るよね。あ、来た来た来た。ただ気づかれてなかっただけだね。さて、これ強いんじゃない?我慢しとくか一回。今一回だけね、違うところでちょっと戦闘してましたけどね。なんか強いな。さて、一回じゃいかない。すると、これで回復すればいいか。6しか食らってないのね。ああ、ホイミ使うのか。さて、これはまずいな。いやー、ジョーカーとかね、自分やってたんですけど、ジョーカー1とか2とかね、もう操作性すげえこっち楽。あれやった後、本当にもうスカスカだね。スカスカっていうか、なんて言えばいいの。楽々だ、本当に。素早いし、操作しやすいし、早いし、
こんないいことある？まあ、ここまでやんなくていいだろうけどね。まだレベル2とかだから、一応念には念を入れてるだけですけど。行くぞ。余裕もいいとこだわ。オッケー。キメラいいね。回復できんね、これもね。コドラとかと合わせてもいいかもね。レベル10か、いきなり。じゃあ、異常回復。じゃあ、これなんだ、2か。あ、キメラ10だからいいや。とりあえずは。他のレベル上げとけばいいや。もういきなり配合できるから、とりあえずね、あとピラミッドか。ピラミッドもそうだけど、一回これ止まった方がいいな。お、回ってたらやっぱ砂、ね。多いね。これ砂がね、浮いてくることにより、この屋根の上とかやっぱ行けるようになってたりするんで、いいね。泥皿とか今倒してレベル上げたんですけどね。よし。ピラミッドの上行ってみようか。そしたらもうここ、だいたい回ったんで、まああの岩とか置いといてね。またあれは、後の話だと思いますんで。一応オアシスで眠れるんだよな。その後でもいいか。よし。これ10になったかな。あ、まだか。もう一回ぐらいだね。まあもう一回だけどいいや。とりあえずは。ここまで上げれば。とりあえずここに宿屋がありますので、ここで宿泊まってピラミッドの上行けば、またなんか違ったのいいんじゃないかな。そういえばね、商人とかいましたね。なんだけど、強くて勝てません。今はね。今回ね、違うとこ回りたいので、そこだけさーっと見てね、もう一個鍵ありましたね。で、あそこ行こうと思うんですけど、で、その後ね、また海賊の鍵とかね、なんかあるみたいなんで、ピラミッド付近。まあ、結構一個の場所でも回れるから面白いですよね。よし。ここなんかあるかな？ここすごい強いのいなかったっけ？まあ、あんま覚えてないんでね。まあ、自分で見つけますけど。お？あー、キングコブラとかか。あ。まあ、キングコブラは別にいいんだけど。おっと、早いね。おう。巻いた。これ登れんの？どっかからかな。登れないか。あ、登れるね、こっからね。まあ、宝箱か、なんだあれ、なんかいんなあれ。尻尾かい？キングコブラの。お、レアゴス服の型紙さん。これいっぱい集めるとね、着れるもん確か増えると思うので。と？ん？宝ある。こういう宝とか怖いですよね。人食い箱とかの可能性もありますからね。お、お金だ。なんもないか？とりあえずは。なければ次のとこ行っちゃいますけど。キングコブラはいいや。また違う時ね。まあ、天候とかもありますしね。そういう時来たらまた違うんでしょうけどね。前もね、モンスターズやってたんですけど、まだね、こういうとこ調べてる時にね、まあ、例で言いますと、断崖とかの時ね、まだ下の方にいるのに上にタイタニスいますよとかね。まあそういうネタバレがあったので、なるべくね、そういうの控えていただけるとすごい楽しめるのでね、よろしくお願いいたします。そうね、楽しみながらやってるってのありますのでね。自分進んだとこまでだったらいくらでもネタバレしていいので、やってないとこはね、なるべく伏せていただければすごい嬉しいので、協力をお願いいたします。お、変わったね。こういう時もまたなんかいるんじゃないかなと思うけど、まあいいか。いつでもありますし。あ、宝発見。これは、回って正解だね。OK。よっし
幸せの種。おレベル上がりますね。まあいいや、今もったいないんで。じゃあ、ここで使えばいいので、この、ね、F ランクの鍵もそうだけど、今はそんなにいらない駆け出しの、ん？何これ ?50 ゴール、え？あらゆる手段を用いてできるだけ早く50ゴールドをゲットする。クエストに挑戦する。これ確かね、人面鳥ミステリードール。なるほどね。まあ、これ犬を捕まえようか。これクエストやったらなんかもらえるんだっけ？ちょっと忘れましたけど。はい。いろんな話できる。今より世界を挑戦しよう。クエスト内容が、ここ50ゴールド集めるんだよね。落っこってんの探しゃいいんじゃねえの？クエストスタート。いいね。いいね。これすごい遊べますよね、このゲーム。敵倒して集めてもいいんでしょ、これ。メタピーがいる。自由で遊ぶってやれば捕まえられるんで、まあ倒してお金貯めようか。ね、こういう鍵は探索したら、まあなんだろう、ディスクみたいなものですよね、ジョーカーのね。強いかな、やっぱり。いや、そうでもないな。こっち強くなってるもん。これ、スカートしたら捕まえられんな。普通に。8ゴールド。こんな感じか。まあいいや。まあ遊びに、どっちみち来ようと思ってたんで、じゃあ今回あれいけますね。海賊の鍵の。ダークホーンがいる。ちょっと待って、それよりダークホーンの方がいい。ミステリードール。これお金持ちだ。いいね。これ全部捕まえます。後で。とりあえずお金貯めて、クエストクリアしてどうなるか。これ弱いから捕まえられるわ。でも金持ってないね。これいっぱい金持ってるはずなんで、貯金箱なんで。経験値も貯まるからいいじゃん、これ。全然いいですね。オスメス、オスメスかな、また。まあいいや。メスだね、リザードキッズ。全部捕まえちゃおう。これもしかしてすげえいいんじゃない？ダークホーンって高くなかったっけ、ランク。そうでもないんかな。 D だよね。いきなりインテ。賢さ上がれば、まあ、賢さに属するダメージは増えるね。レベルは、まあいいや、とりあえずこれで。捕まえとけば問題ないな。ため息でボディ持ってる。よし。こんな美味しい話あるか、こんな弱いのに。あと1ゴールド。井戸がいたぜ、井戸が。仲間にも入れたいけどね。地面ちょっと、あとミステリードールだね。この平均的な強さのダンジョンいいね。OK。ひとまずクリアだね。B だ、そりゃそうだ。遊び回ってたもん。お金入った。まあ、ちょっと自由に入って、ミステリードールと人面鳥せっかくいるんで、それ捕まえちゃう。で、あと配合して、海賊の鍵取ればいいかな。いいよね。サクサク。しまったな、これ。
あ、再生時間あんのか。あ、ならいいや、あとでも。とりあえず全部見つけた人面鳥とミステリードール捕まえればいいので。捕まえとけばよかったな、そんなん知ってたら。まあね、これもね、経験なんでね。知ってたらね、捕まえてましたけどね、別に、もう、商品はどうでもよかったんで。21分なんかすぐ経つので、また入った時捕まえとこう、あれは。よし。じゃあ、海賊の鍵を取るべく。格闘場。で、格闘場のね、前半は回ったんだけど、後ろの方回ってないので、せっかくだから回ってからやっちゃおう。だいぶ強くなってるもんね、こっちもね。なんだかんだ言って。こっちの方回ってないんですよ。お、なんかいいな。格闘場の試合では命令ができないの。歯がゆいけどルールだから仕方ないよね。作戦を出したらマスターの役目はおしまい。あとは自分たちの仲間を信じましょう。まあそういうことよね。全部回るこれね。配合していない魔物は成長の限界が来るのが早い。そうなるとレベルが上がらんということじゃな。まあそうだね。レベルは大事だからね。ねえ、魔物ってどんなこと考えてるか気にならない？私は魔物がじっとこっちを見てるのが気になるの。餌が欲しいって考えてるの？それともブルブル。ガウ、お腹空いた。餌？美味しそう。やばいやばいやばい。やばい。お、俺様は肉に釣られて仲間になったんじゃないぞ。マスターの心の広さに憧れて、あ、信じてないな、こいつ。いいですか？仲間にしたい魔物と出会ったら、ケチケチせず美味しそうな肉を目いっぱいあげるのです。そうすれば仲間になる確率がぐっと上がりますよ。まあ、こんなんも入るとね。なんといっても霜降り肉が最高の美味しさだぞ。あの口の中でとろけるような舌触りが忘れられないんだぞ。もういちいち面白いね。あとはさて、これぐるっと回れんのかな。なんか人もいっぱいいるね、あれの上にいないよね、なんか。あら、可愛いマスターさんね、あなたも試合に出るの？それならいい情報を教えてあげようか。はい。C クラスの最終戦は、長老樹に気をつけて。持ち味である魔法トーンを切り崩すことができればチャンスよ。長老樹ね。あの、人面樹っぽいやつなんですけど、ドラケテンにいたと思うんですけど、それね。うちのママってとっても心配性なのよ。そのくせ私をマスターに従うの。親って勝手よね。いきなり試合に出ても勝つことは難しいわ。じっくりと対戦相手を研究して無理のないよう戦うのよ。はい。まあ、そうだね、人とかいるだろうから、まあお話もだいぶできたし、強いマスター同士の試合は最高に盛り上がるぜ。特に S クラスの試合は迫力が違うんだ。まあそうだね。本当にね、高ランクなるとね、やり込んでないとね、うお、血が騒ぐ、戦いが俺を呼んでいる。自分よく昔配信してたネタパなんか絶対叶わないですからね。勝つことが全てじゃないです。のんびり行きましょうよ。実力もありますけどね、それはね。いいかね。試合を勝ち抜くにはバランスが重要だ。攻撃、補助、回復、戦闘におけるこの3つの役割をバランスよく割り振ることが勝利の近道なんだよ。まあ、霧とかね。いろいろありますけどね。やり方はね。パーティーチェンジとかね。こうなんくなってくるとそうなってくるけど。わしは毎日ここでマスターたちの試合を見ておる。マスターの成長をこの目で見るのがわしの生きがいなんじゃ。まあ、これはどこまであったか忘れましたけどね。だからもうネタパじゃないけど、本当に限られたモンスターでやるとね、もうステータス見ながらね、それに合わせてね、組み合わせやるしかもうないですからね。はい。C クラス。あ、もう C なんだ。はい。海賊の鍵よ。金あるよな。オッケーオッケー。もう勝てんだろ。探検したから。はい、ご来場の皆さんようこそ格闘場へ。今回ここまでやっちゃいます。今回じゃね、今日この C クラストーナメントに勇敢なチャレンジャーが現れました。マスターイルと頼もしい仲間たちです。おー。ガマニアン、ボムボムボム、かまいたち、ギズム。ドラクエやってるとね、モンスターは嫌でも覚えますからね。さて、行きますか。ここはもう全部ガンガン行こうでいいかな。温存も大事だけどね。とりあえず。まあ大丈夫だろうな。一番右も E を使いますからね。やっぱりヘルコンドル強いね。141まで上がってる。そう、バトルリボン。
はい、1回戦突破。2倍速できますもんね。前回ね、帰れる場所をね、間違ってましたね。はい。じゃあね、もう1試合勝ちましたということで。お、お姉さん出てきましたね。何ですんだろう。お!ああ、植物系だね。一番左毒持ってそうだけどね。ガップリンとかいたな。こんなんもすぐ作れると思いますけど。だから要は、2倍速ね、ここね。ここのタイミングじゃないと変えられないんで、前回ここでね、前回っていうか前の大会ここで一生懸命 R をして、ああ変わんねえなとか言ったんですけどね。あのコマンド入力のタイミングの時ね、倍速できますんで、まあそれもね、忘れてるほどだったんで、よっぽどね、忘れてますよ、自分。まあそれだから楽しいんですけどね。と。はい、楽勝ですね。この強さあればもう、次の鍵はね、楽しみですね。で、そこでお化け一人で捕まえてくればいいのかな。そしたらお父さんに一回会いに行って、で、またね、その後になんか配合とかで作れそうな家が持ってきますけど。あ、これか。ランクシー長老寺。あ、もう長老寺なんだ。転生モンスター。人面獣をね、いっぱい倒してるとたまに出てくるっていう。まあ大丈夫だ。もう強い。2枠なんだ一応長老寺ね。と。はい。海賊の鍵ゲット。じゃあ次そこ行きましょう。E ランクもう10体ぐらい捕まえたんじゃないかな。どうなんだろう。巡り合いの鍵もらえるかな。ミステリードールと人面鳥は、自分仲間にしときますんで、次くらいまでに。まあ、できるかできないかわかんないけど、なるべくやっとこうかなと。鍵もね、いくらでも持てるってわけじゃないんでね。やったね、おめでとう。C クラス優勝。さあ、これが不思議な鍵を受け取ってね。はい、海賊の鍵。まあ、幽霊船がどうとかとか言ってましたけどね。はい。ここはどんな冒険が待ってるんでしょうか。それから今回は特別にこれもプレゼントしたよ。はい、どうぞ。ということでね、今までみたいな、まあ、配信のやり方でね、行きますね。すぐね、次のとこ行かないようにします。はい。さあ、あなたが次に挑戦するのは B クラスよ。B クラスの商品はメタルエアの鍵。これも時間回復で、多分お金払ったら時間とかも、なんかなんなかったっけ?そんなのあったよね。そんな機能。水の世界で力をつけてきてね。よし。ところどころはなんかそんなような記憶あったなぐらいなんだけどね。まあやってればわかるんですけどね。お、これいいね。はい。ということで、プレイ時間5時間もう経ったの?早っ。これあっという間だね、時間経つの。まあ5時間は経ちますわね、普通に。あれ?マルタ城1回。そう、ここだ。まあ、お化け人で捕まえてもいいけど、別に廃校で作ってもいいからね。お、島の有名人。できるんであれば、まあ、それに越したことはないけど、これ、ラクラク廃校ってなかったっけ?ああ、まだ機能ないのか、これ。か。まだだ。戦闘回数にも寄ったりしませんでしたっけ?あれ、時間かな?お化け、あ、できんじゃん。普通に。これ連れてきてくれって言ってましたもんね。アンデッド。賢さアップ、素早さアップ。あとで何やってもできるって。3倍でもいいのかな?よし、じゃあお父さんにこれ渡して、リーファー、まあいいや、これで。大きい寿司今あんま重要ねえな。よし。じゃあお父さんに会いましょう。せっかくだからね、もうやっちゃいましょう、そこまで。自宅。スカウト Q2。終わり。3は何だろうね。まあ、できるんだったら次にいきなりやっちゃいますけど。はい。お化け人連れてきたな。お化け人では敵の呪い耐性を下げる呪いブレイクの特性を持っている。呪いってね、ブレイク。壊すってことだね。ぜひとも呪いの効果がある特技を持たせて嫌がらせをしてもらいたいところだな。これは、魔物を連れてきたご褒美だ。頑張ったな、いる。お、オスの杖。いいね。これ配合した時にね、持たせておくとオスとかメスとかね、また慣れるんだよね。はい、その3行くぞ。
次なんだろう、スライム系が4匹ずらっと、あ、もう簡単だこれも。今でもできるわ。スライム系4匹か。まあ今いないけどね。今いなかったもんね、確かに。あら。へその代わりは見つかった？そうか、海なりの鐘っていう表を見つけたけどダメだったんだね。でも、海を渡る力をもらったんだろ？まだまだ冒険はこれからさ、頑張れよ。ね、それはいいけど、おめでとうございます。仲間にしたモンスターが20種類を超えたので、新しいメンバー編成システム、お気に入り編成が使えるようになりました。お気に入り編成はお気に入りのモンスターを10パーティー分登録することができ、登録したパーティーはそのまま今のメンバーと入れ替えることができます。スカウト用パーティー、Wi-Fi 単線用パーティーなど、使い道に合わせて登録しておくと便利です。お気に入り編成は預かり所のメニューからいつでも選べます。ぜひ試してみてください。おめでとうございます。え、何？ 30 種類超えたので、自由に対戦できるフリーバトルが、ああ、そういうことか。フリーバトル機能ね。メンバー編成。スライムいるな、これ。いない？ 1 匹足んない？これスライム系じゃなかったっけ？あ、そっか、もっとだ。あ、リーファーがスライム系か。ってことは、これでいいんじゃん。ダメかな。リーファーってスライム系か。お父さんピロピロンって言うでしょ。配合を行った回数が10回となった。ほい。お、スライム系。リーファーって自然系じゃないんだね。そうだね。戦闘中に発生する系統テンションバーンによる深く関係がある。詳しいことは旅の心得の系統テンションバーンを読むといいぞ。まあ、ナチュラルバーンとかね、ビーストバーンとかね、あんなんだろうね。これは魔物を連れてきたご褒美だ。頑張ったね。まあ、それは、お、いいね。次は、鋼の剣いいね。それ持って行くか、海。モーザというな、あーこれもできたな。キラーエープとグランドシャークの配合でできるぞ。あ、グランドシャークいたな。キラーエープもグランドシャークも水の世界のフィールドで捕まえられるからな。グランドシャークはもう捕まえてるんで、キラーエープだけ捕まえればいいか、じゃあね。もしも指定の魔物が仲間にいるならパーティーに入れて俺に話しかけてくれ。よし。ということで、だいぶ進んだね。パーティーまた編成しとこうか。よし。じゃあ、しばらくこれで行こうと思います。まあ、まだ5時間。5時間7分。鍵とかも復活するでしょうからね。はい。ということで、次回またね。海賊の鍵かな。まあ、鋼の剣取ったんでね。まあ、それを、まあ、鍛えてからでもいいけど、まあ、そのまま装備してもいいかな。あとで、まあ、材料集めればもっと強くなるけど、まあ、そこまで別に今やることないかなと思うんだよね。まあ、十分かな。オスの杖でもこれ上がるからね。よし。とりあえず、今回ここで終わりたいと思います。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。